はい、公園依頼 .com 新聞土です、今日は気象予報士の、天達武史さんに入っていただきました。よろしくお願いします。こちらこそお願いします。お願いします。そしたらですね、ちょっと、天達さんのことはほとんどの方がもうご存知だと思うんですが、改めて、自己紹介をですね、ご本人からお願いできればと思います。はい、私はですね、気象予報士の天達武史と申します。今年の3月まではですね、フジテレビの朝の情報番組の特ダネという番組で、天気予報をやってました。小倉さんの天達っていう掛け声で、出てくるという、そういうスタイルだったんですけれども、4月からですね、同じ時間帯の、特ダネから変わった目覚まし8という番組で、気象予報士をやらせていただいております。で、新しい今の番組からはですね、天気だけじゃなくて、防災関係も時々、天気以外でもね、やらせていただくという防災、気象防災キャスターということで、毎日、テレビで天気予報をやらせていただいております。それではですね、はい、最近、多い講演テーマと、はい、どういった方々向けに講演することが多いですか？あ、そうですね。最近はやはりCOP26 もありましたので、やはり天気の中でも、この地球温暖化をテーマにした、講演がやっぱり多いですよね。で、実際に温暖化って言っても、こう、具体的にこう、今後、何年後、何十年後に日本がどうなっていくのか、まあ、東京、神奈川、北海道、大分、福島、各地がですね、どんな天候になるのか、まあ、そういう具体的な例を出しながら、そうですね、地域によって、その地域の特色を見ながらお話しする機会が最近多い気がしますね。で、対象の方なんですけれども、これは本当にいろいろで、結構僕は季節によって違うのかなってちょっと思ってるんですよね。はい。割と春先から夏ぐらいにかけては、この企業さんの安全大会とかで防災の講演をすることが多くて、で、夏場は講演自体少なくなるんですけれども、あるとすると、やはりお子様向けの、結構実験教室みたいな、お天気教室、はい、的なものが多くて、で、秋口は割と地方の一般の方向けの、障害学習センターですとか、はい、一般の方向けに、講演すること、それから、学生さんの、文化祭とかにたまに呼んでいただくことがありますね。子ども向けの実験教室っていうのは、はい、どういった実験をされることが多いんですか？そうですね。やっぱり、その場で、パッとできることなので、結構限られてはくるんですけど、はい、例えば、雲を作ったりとかですね。おー、はい。雲って割とペットボトルを使ってできるので、はいはい、で、その中でこう、ちょっと雲を見てみたりですとか、あとは今温暖化のお話が結構多いんで、なんか温暖化ってなんとなくこう、実際どうなってるのかなって分かんないじゃないですか。なんか気温がなんとなく上がってるのかなっていう。だからなんかそれを、具体的に二酸化炭素が増えると、こう地球がこんな感じに変わっていくんだよっていうのを、これまた大きいペットボトルで、簡単に水を入れて実験したりですとか。そうですね。あとはまあ、熱中症で、例えば、どのぐらい体温が上がると危ないのかとか、ちょっと季節によって、こう、竜巻ですとか、そうですね。機材を使って、ちょっとお話しさせていただくこともあります。はい。最近は SDGs の、はい、テーマでお話しすることも多いとお伺いしてたんですけど、はい、この SDGs とその天気の関わりについて、ご説明いただければと思うんですが。そうですね。SDGs の中にも気候変動っていうところが入ってますので、まあそこから実際にどうね、私たちがこれから生きていく中で、地球に優しい生活を自然にできるようになるのかみたいなね、ところをちょっとお話しさせていただいてるんですけど、まあ多分ちょっと前までは、このみんなでこのできることを少しずつやっていきましょうみたいなスタイルだったんですけど、正直もうその時代はちょっと終わって、それだともうどんどんこの先温暖化してって、地球の良くない方向に行ってしまうので、もっと常識を変えるぐらいの。うん、ただやっぱり日本人って特に
温暖化、省エネっていうと我慢の方にどうしてもみんな行っちゃうんですよね。あ、はい、はい。だからそれを我慢ではなくて、こう地球がいい方向に行くんだよっていう、はい、うん、そういうところをですね、ちょっとお話しさせていただいて、まずはあの具体的にこのまま行くと地球、日本がどうなっていくのかと、そのためにどうしたらいいのかというお話をさせていただくことはあります。うん。あとはこの前は愛知県の方向けに講演をしていただきましたけども、はい、そのご当地ネタ、ご当地の天気に合わせてやっていただくっていうところも、あの特徴の一つなのかなと思うんですが。そうですね。やっぱりあの、天気自体がもう地域によって全然違うじゃないですか。うん、なんかあの、ね、東京の方に北海道の天気言ってもあれだし、ね、北海道の人に沖縄の天気言ってもあれで、本当にあの、日本列島ってものすごい長いなっていうのを僕もあの、公園に行って結構あの、感じることが多いので、まあ、できる限り、やっぱりあの同じテーマだとしてもその地域の特色とか、あとあの僕自身が結構番組で47都道府県行ってるんですよね、全部行ったので、はい、うん、そこであのちょっと知った情報ですとか、まあ皆さんとね、皆さんの方が多分ご当地詳しいとは思うので、まあそこがね一緒に共有できたりとか、まあちょっと知らない、その実はあのこの地域日本で1位の記録があるんですよとかね、なんかそういう天気に絡めたお話ができたらいいなと思って、まあなるべくその最初のところでとか途中でその地域ならではの情報をなるべく入れるようにしてますね。まあ、先ほど少しお話しいただいたかもしれないんですけども、はい、天達さんがその講演会、あのこのオンラインも含めた講演会で、まあ、一番大切にしていることっていうのはどういったところになりますか？うん、そうですね。やはりあのわざわざこう来てくださるわけですから、テレビとかラジオみたいにこうチャンネル合わせてね、見れるものでもないと思うので、やっぱりあのわざわざこう見に来てくれた、オンラインでもですね、つなげてくれた方々に、やっぱりお得情報を皆さんにお届けしたいなと思ってます。で、あの、天気予報ってやっぱりともすれば、本当1分や2分の世界じゃないですか。はい。本当ね、テレビの番組もそうですし、インターネットもそうだと思うんですけど、まあそれを1時間から、まあ1時間半ぐらいお話をさせていただくので、まあその場だけじゃなくて、持って帰っていただいて楽しめる。そしてみんなにちょっと広めてみたくなる。はい。まあ、あの、テーマが温暖化だったりとか、災害っていうことも多いんですけれども、まあ、そういう中でもね、やっぱり、固い話ばかりではなくて、皆さんに共感を持っていただけるように、はい。はい、一緒にね、はい、作り上げていけたらと思ってます。はい。はい、そしたら、最後に、天達さんの、講演会、はい、オンライン講演会を、はい、企画検討されていらっしゃる方に向けて、はい、ちょっと後押しのコメントをいただければと思います。はい。私のやっぱり強みはですね、全国、それから海外も、実際に異常気象とか温暖化などに関しても取材に行ってます。なので、現地を見てきているので、まあ、その、実体験ですとか、その見てきたものをね、皆さんにお届けできると思います。それから、やはり皆さんの住んでいる町、市、それから県、そういったところでやっぱり天気って関わりのない方って本当に少ないと思いますんで、その辺は身近に感じていただけるような、はい、そういった講演をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、ぜひ天達さんの講演会ご検討いただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。